ダニエル・オルトンはアメリカ合衆国出身のプロバスケットボール選手。身長208センチメートル、体重120キログラム。ポジションはセンター。ケンタッキー大学で1年間プレーし、2010年の NBA ドラフトでオーランドマジックに1巡目29位で指名された。2009年にケンタッキー大学に進学。カレッジキャリアは控え選手だった1年間のみであり。 2009から10年シーズンには平均3.4点、3.3リバウンド、1.4ブロック、出場13.2分を記録した。2010年の NBA ドラフトにて1巡目29位でオーランドマジックに指名された。2012年1月27日のニューオーリンズホーネッツ戦で NBA デビューした。2012年4月15日の フリーブランドキャバリアーズ戦ではキャリアハイの11点を記録し、またもスチール4リバウンド3ブロックを記録した。2011から12年シーズンには16試合に出場して平均2.8点を記録した。2012年8月4日にはオクラホマシティサンダーと契約した。2013年10月16日にはフィラデルフィアセブンティシクサーズと契約した。 2013年11月23日のインディアナペイサーズ戦では10点10リバウンド2ブロックを記録し初めてダブルダブルを達成した2013から14年シーズンはレギュラーシーズン計51試合に出場2014年9月29日にはワシントンウィザーズと契約したが翌日には中国プロバスケットボールリーグの賛成分主毛量と契約した 2014年12月8日には中国リーグの四川金強アイクジラと契約したが2015年2月1日には四川との契約を解除した2015年2月4日にはフィリピンプロバスケットボールリーグのマグノリアホットショッツと契約した2015年3月11日には D リーグのグランドラピッツドライブに加入しドライブでは6試合で平均6.7点 5.8リバウンド、平均18.3分出場を記録した。2015年8月20日には、ギリシャ A1 バスケットボールリーグのエクアテネ BC と契約した。2015年11月12日には、サンタクルスウォリアーズに加入した。2017年7月28日、B リーグのシーホース三河との契約を発表した。2017から18年シーズンは、 開幕から38試合すべてに出場し、444得点、258リバウンド、79アシストを記録していた。2018年2月20日、シーホース三河との契約を双方合意の上で、解除して対談。ありがとうございます。